こんにちは。受諾内科クリニック院長竹本です。今回はこの統合医療でがんに勝つ9月号に私が投稿しましたミトコンドリアの機能回復によるアンチエイジング治療への応用、これについてちょっとご説明したいと思っています。老化は正常な生理学的機能が徐々に失われ、虚弱と回復力の低下により、がん、神経変性疾患、心血管疾患、代謝性疾患など、いくつかの疾患が起こりやすくなる、最終的には死に至るということを特徴にしています。現在では、ミトコンドリアの機能不全など、12の老化の特徴が提唱されています。老化と加齢に関連した疾患は、エネルギーの需要と供給の不均衡と関連していると言われています。この不均衡は、身体活動、カロリー制限、メトホルミン、レスベラトロール、あるいはダパマイシンなどの薬剤を含む様々な介入によって軽減される可能性があります。私たちのクリニックでは、皆様が120歳になっても元気で生き生きと毎日を過ごしていただけるように、長寿と美容のための治療をご提供させていただいています。まず当院で始めた NMN ニコチンアミドモノヌクレオチドのサプリメントと点滴治療ですけども、ミトコンドリアのエネルギー産生を更新させ、サーチュインタンパクによる修復を行うことで、老化予防、若返り、そして代謝の更新、循環器機能の改善、記憶力の向上、免疫機能回復など様々な効果を発揮しています。しかしながら問題は活性酸素種の産生です。私たちが呼吸している空気の中には約 21% の酸素が含まれています。酸素はラジカルの一種ですが、特殊な分子構造をしているので他の物質と反応することはありません。しかし呼吸で肺から吸収され組織に運ばれた酸素は生体内の穏やかな環境の中で不安定な形に変わってしまうことがあります。この不安定な酸素種を活性酸素種と呼びます。活性酸素種は他の物質と反応して安定な形に変わろうとするために、タンパク質や脂質や DNA などの核酸と反応してこれらを酸化して変性してしまうことがあります。活性酸素種は我々が生きている限り酸性し続けられます。そして紫外線、放射線、大気汚染、タバコ、薬剤、酸化された物質の摂取、さらには過度な運動、そしてストレスなどによりその酸性が促されます。そして加齢とともにその活性酸素種に対する抵抗力が弱まっていってしまいます。活性酸素種はその母体が酸素ですから、大量に酸素を消費するミトコンドリア、そこでは必然的に活性酸素種が産生されます。実際にミトコンドリアでは生体内の酸素の 90% 以上がそこで消費されますので、つまり活性酸素種のほとんど大部分がミトコンドリアで産生されるということになります。ミトコンドリアの最も重要な役割はその酸素を使って成長や生存に必要なエネルギーを産生することですから、その過程で 2% くらいの活性酸素種が産生されるということは避けられないことなのです。そこでこの水素ガス吸入療法の登場です。水素は自然界では無色無臭の最小分子です。水素ガス吸入療法では肺胞を通って血中に移動し、そして血管壁、細胞膜を通過して細胞内の核やオルガレナ、ミトコンドリアなどに急速に吸収されます。ミトコンドリアや細胞内に入っていった水素はそこで生まれている活性酸素種と結合してすぐ水になって、そこで活性酸素種を分解して消えてしまうわけです。さらにその水素はこの脳血液関門も通過してしまいます。水素は実に穏やかなガスの一種でありまして、これまで何の害も副作用も報告されたことはありません。そしてさらに水素は体温や pH や血圧、そして血中の酸素濃度など生理機能に直接影響を与えることがありません。さらに水素は活性酸素種の中で最も毒性の強いヒドロキシルラジカルに結合します。水素はミトコンドリアの中に入っていき、悪玉の活性酸素種であるヒドロキシルラジカルを分解することができる唯一の物質なのです。
また最近の報告ではミトコンドリアのその活性酸素種の酸性は年を取った細胞ほど酸性が更新しているということが分かってきました。その活性酸素種は老化あるいは動脈硬化やがんなどの成人病関連の疾患の発症にも関わっており、このような病態こそがこの最近この2年間パンデミックで我々を苦しめている新型コロナウイルス感染の重症化のリスクと関係しているのではないかとも言われています。ミトコンドリアから産生された活性酸素種はミトコンドリアそのものを障害してしまいます。で、その損傷したミトコンドリアから産生される活性酸素種がさらにまたミトコンドリアを障害するという悪循環が生まれてしまいます。その活性酸素種を分解するのが水素ガス吸入療法なのです。水素ガス吸入療法で活性酸素種を分解してミトコンドリアの損傷を防ぎ、そして NMN ニコチンアミドモノヌクレオチドでサーチュインを介してそのミトコンドリアを修復していく、いずれも私たちのクリニックが得意とするアンチエイジングのための治療です。私たちのクリニックではこの水素ガス吸入療法、そして NMN 点滴とサプリメントによる修復治療、さらにはエクソソームを用いて幹細胞を利用した体の中の再生を促すというアンチエイジング3本の矢を皆様にご提供して、これからも皆様の笑顔を楽しみに診療を続けてまいります。こうご期待ください。